ラーの薬用植物から、アマの生産工アマは、アマカの一年草。ヌメゴマ、一年アマ、赤ゴマなどの異装もある。その栽培の歴史は古い。日本では、江戸時代に種を薬として、使うために限られた範囲で栽培され、明治から昭和初期にかけて、繊維用に、北海道で広く生産された。茎の繊維は、衣類など、理念製品となる。 種子からはアマニューが取れ、これは食用や塗料、油彩に用いられる。原産地はカフカス地方から中東にかけての一体とされる。古代から中東やユーラシア大陸産域で栽培され、現在は各大陸で栽培される。日本では冷涼な気候の北海道のみが栽培適地である。連作障害が起きやすいため6から7年の林作を行う。 北海道では4月末から5月にかけて発種し、繊維用は7月末から8月に抜き取って収穫され、種子音には1から2週間遅れて収穫される。アマには産業用だけでなく、多様な園芸種がある。多年草の園芸種のアマは、花が可憐なことや栽培が容易なことから愛好者が増加し、北海道では一般家庭だけでなく、街路の食事帯や公園でも栽培されている。 特に、札幌市の麻生町や苗母地区を呼び東別町では、天の歴史と文化の普及のために、多彩な行事が開催されて、天を生かした町づくりが行われている。日本では、江戸時代元六年間に、江戸の王子付近の薬草園で、種子を薬種として使用するために、種子が輸入され栽培された記録がある。しかし当時は天にお中国から比較的安易に、 輸入できたので栽培は定着しなかった。本格的な栽培は明治時代に入り北海道で導入された。明治元年、プロシア人のガルトネルが北海道の70村に甘を試策、また1874年に中ロシア講師の江本武竹明が北海道開拓市長の黒田清隆にロシアの甘の種子を送り、函館の郊外にて栽培された。 長野県でも栽培される。戦中は朝製品全般の軍需で帝国製朝が創立され、1914年にはイギリスに天の法1500単輸出している。北海道では1920年に最高の生産量となる。全国規模では1948年の大麻取締法による大麻の栽培制限により、 1950年より、試験的にアマの栽培が奨励されていることから、アマの栽培は衰退していたものと考えられるが、この後1950年以降、水筒の前にアマを栽培する換金作物として、生産は増大したが、輸入した方が安く1957年をピークに、減少し続け、1980年頃まで細々と生産されていた。次第に生産が途絶えたが、 2000年に若者が北海道での栽培の復活を試み、何年もの試行錯誤を経て、大塚農場にて栽培が続いている。種子を食用に利用するために、北海道の東別町で甘栽培が復活し、北海道甘ルネサンスプロジェクトが進行している。2007年には東別町甘生産組合が設立されて、栽培技術の向上と普及に取り組んでいる。 北海道独自の特用作物として、アマの評価が高まるにつれて、十勝地方や上川地方に栽培が広がっている。アマは日本工業規格上は麻と表記される。アサと誤解されることがあるが、全く異なる植物種である。一般に大麻よりも柔らかい繊維とされる。アマは通気性、吸湿性に優れて、 肌触りが良いことから折られて高級な衣類などになる。朝は縄や朝袋など耐久性の必要な用途にも使い、衣類としても庶民的な繊維とみなされるが、上布のように上質な織物にも使われる。古くは天の糸をラインと言い,い、この細くて丈夫な甘糸からの連想で、線、筋を意味する英単語になった。フランス語ではランと発音され、ランジェリーは アマの高級繊維を使用した女性の下着に由来する。また、繊維の強靭性から、劣質の繊維は、テントや骨布として利用され、大航海時代の骨布は、アマの食腐である。詳細は、アマニ乳を、参照アマニ乳は、成熟したアマの種子から得られる、黄色っぽい乾性油。食用のほか油絵具のバインダーや、木製品の仕上げなどに用いられる。マの種子を圧搾。 またはこれを潰して、溶媒で抽出することで得られる。代表的な、オメガマイナス3脂肪酸であるアルファリノレン酸を、はじめとする不飽和脂肪酸に富み、栄養サプリメントとしても販売されている。沸騰させたアマニウは、油エングのバインダーや、オイルフィニッシュアニスとして、木製品や、比較の仕上げに使われる。加熱することで、アマニウは、簡単25を、酸化するようになる。 最近では VOC を放出しない溶剤としてシックハウス症候群対策の塗料に使われている。また、アマの種は自らその他の水分と乳化し、卵の代用品として使用できる。水分3に対し、アマの種は1ほどの割合で、ある時に焼き菓子などの菓子作りに向いている。アマの持つ食物繊維も十分に取れ、さらに栄養素も高まる。 栄養的には1 0 0ムのアマの種には4 5 0カロリーの熱量があり、脂肪4 1ム、食物繊維2 8ム、タンパク質2 0ムを含む。かつて、アマはデザイナーフーズ計画のピラミッドで2軍に属しており、2軍の中でも全流の小麦、玄米と共に5位中2位に属する、癌予防効果のある食材であると位置づけられていた。日本では、 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室より午後10時を超えるシアン化合物が検出された生のアマの実は食品衛生法違反として扱うよう通達がなされ生の甘種子輸入者に自主検査を指導している。海外では生のアマの実のほか加工したアマ種子が食用として一般に販売されているが 日本への輸入の際には加熱加工したアマの実の関連製品であっても、基準値以上のシアン化合物が検出されると廃棄、または返品処分となる恐れがある。アマの繊維の色、甘色の紙等、金髪などの形容に用いられる。ただし、辞書によれば、黄身を帯びた茶色、色の十六新方表記によれば、下のような色であり、金髪の色とは少しイメージが異なる。 金髪ではなく栗毛の形容に用いられることもある。ありがとうございます。